誠にありがとうございます。それでは7時5分となりましたので、ただいまよりこれからの地域づくりを考えるシンポジウム、スポーツを通した地域共創を始めさせていただきます。私、本日司会進行を担当させていただきます山之内翔子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、実は私も長年この大田区の長久地区に住んでおりまして、現在子育て真っ最中、そして高齢者と呼ばれる年代になりました親を持つ地域住民の一人でございます。そんな私から見ましても、地域には大きなものから小さなものまで、いろいろなものから存在しているように感じています。そこで本日のシンポジウムでは、どのようして住みやすい地域づくりをしていけばよいのか、そしてスポーツや文化活動を通しての地域コミュニティの作り方ですとか、地域の仲間たちとの共創について考えてまいりたいと思います。まずは本日のコーチお一人目ですが、元サッカー日本代表選手で浦和レッドダイヤモンズの社長を務めになりました藤口光則さんです。本日はご登場いただきます。どうぞよろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました藤口光則です。藤口、藤の花の藤に口です。あるようでない名前ですね。ですから日本一高い山、美しい山、富士山を思い出して富士山と呼んでいただければ結構でございます。本日はよろしくお願いします。そしてもうお一方講師をご紹介いたします。大田区議会議員でスポーツ推進議員連盟理事の馬橋康時さんです。ここからもご登場お願いします。大きな拍手でお願いください。馬橋君に、我々の大田子ということで、後ほどお話も伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。まずは、藤口さん。ご出身は群馬県と伺いましたけれども、藤口さんがお子様の頃というのはどんな環境で、どんな少年時代を過ごされたんでしょうか。はい、皆さん群馬県ってご存知ですか。一応日本の中心なんですよ。一番そうですね。で、私は群馬県浅間山のふもと、今は、群馬県前橋市春日町なんですけども、はい、私が子供の頃は出田郡春日川村荒谷という村でございました。もうある意味じゃ土田舎で、私は野球少年でした。4番サード中島に憧れまして、野球ならぬソフトボールをやってまして、実は、それぞれの地区に神社の境内があります。20メートル四方ぐらいのスペースがありまして、そこに1年、小学校1年生から6年生までが集まってソフトボールをやります。で、6年生がリーダーやって、君はこっちのチーム、こっちのチームってポジションもどこ、打順はこうですよ。6年生が決めていく。だからその6年生はね、だんだんリーダーの尊厳を果たしていく。はい、私も小学校、学校から帰ってランドセルをほったらかして、そこの、ソフトボールをやってた。そんなのが小学生時代でした。そんな野球少年だった藤口さんですけれども、大学は慶応義塾大学へお進みになりまして、体育会のソッカー部で1年生からレギュラーを獲得、そして大学選手権優勝に貢献されまして、在学中に日本代表に選出されています。そして大学ご卒業後は三菱重工業に入社されまして、浦和レッズの前身である三菱重工サッカー部に所属、 J リーグ発足前に日本サッカーリーグで活躍をなさったという方なんですね。1972年の5月に国立競技場で行われましたサッカー王国ブラジルサントス FC 対日本代表戦に
出場なさっていらっしゃるんですよね。これ大学在学中ですけれども、なんとペレに生ペレにあったらお聞きしています。どんな感じでしたか。1970年の1月にプロ代表に選出されました。当時長沼さんが監督でして、でその年の5月にサッカーの神様ペレがやってくるっていうことで、もう興奮しまってましたね。そうですよね、はい、もうあの日本中が大騒ぎで、ですから今はもう取り越されましたけどね、昔の国立競技場、はい、あそこが本当に満杯になって初めてね、そういう中で、はい、で前の日にペレが来るって、前の日練習するんですよ、国立競技でね、お腹の試合以外で、日本代表が先に練習して次にサントスがやってくる、ペレがやってくるってみんな見てたんですよ、そしてオーロにペレがこうフィールドに現れる、でも向こうにその壁の向こうにね、こう五光が差して光が出てるように見えたんですよ、まあ、神様ですね、そう見えちゃったんで、そのくらいの光が輝いてました。もう日本代表要するにサントス FC の相手なんですよ、はい、相手なんだけども思わずサポーターになっちゃうまいと思ってそれじゃ勝てるわけないなと思ったんですけどね、ペレに2点、すごいシュート決められましたよ。前半、要するに長沼監督がペレにまんま山口さんっていうすごいスポンド山口って日本人がいまして、もう山いいか、ペレがどこ行ってもついてくる、ペレがトイレ行ってもついてくる、WC だと、もうそのくらいのまんまで、前半本当に山口さんがペレにペレついてて、ペレはボール来たらポンポン、ほとんどの前に投げてたんですよ。で、まあ1点は取れたからペレにはやられなかった。で、ロッカールームに帰ってきて、山、それでいいんだぞ、後半もそのままついてけ、で、みんなに頑張るぞって言ったんですよ、ね、ところが、後半になりましたら、はい、ペレが、はい、まあ、ポン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 ドーンってすごい2点取ったんですよ、後でこれは自分だけ考えたんですけど、はい、日本に初めて来た、日本のレベルかどうかわからない、だから前半は情報収集ですね、どの選手がどういうプレーするんだっていう、それを見てたんだと思うんだよ。だからそれを見て後半になって、ポンポンドンドンって2点取りました。大学ご卒業後は、今度はですね、三菱重工業に入社されて、活躍なさったということで、ヨーロッパの遠征などもたくさん行かれているとお話を聞きました。いろんなヨーロッパ、ドイツですとか、そういったところをご覧になって、いかがですか、ヨーロッパとかドイツの方が、環境は。はい、まあ、最初にヨーロッパ行ったのはアンダーカテゴリーで、行ったんですけどね、ハンガリーとドイツに行ったんですけども、三菱重工サッカー部に入ってから監督に二宮博っていう監督がいまして、ボルシアメンヘンクラッパーっていうクラブがあるんですけど、そこのバイスバイラー、ヘネスバイスバイラーってすごい監督がいまして、そこに裸で一回乗り込んだんですよ。それで日本のサッカーを強くしたい、助けてくれ、そしたらそのバイスバイラーさんが分かったって言って、じゃあ夏に1ヶ月間ぐらい 2,3 人よこせ、面倒見てやるみたいな、でそれからだから私もその一員としてそのボルシアの方に行って、シーズン前に一緒に合宿をしたり、だからその当時はドイツ代表のベルト・フォックスとかゲンパーネアツァーとか、そうすごい選手がいたんですよ、はい、じゃあもうそんな選手とも一緒に一緒にやりまして、もう芝生が一面どこに行ってもあるんですよ。でそこで子供たちが元気にもうボール蹴ってるんですよ。でそれをベンチが行く脇にあって、老夫婦がそれを見てる、こういう光景がいいな、日本にも。その当時はまだサッカー日本では下火ですし、全く想像もできなかったんですけどね、だからそのイメージがあって、それがまあ J リーグの方にもつながっていったんだと思います、はい、で初めてそのプライフのプレーをそこで間近で一緒にボール蹴ったりして、で、まあね、小さい子今当たり前のようにクライフターンって当たり前にやってると思うんですけども、その時初めて本物を見てこれだって思って、これを絶対に娘かよ、まあはい、でもう本当に密かに、はい、練習をしまして、で東京に持ち帰って、はい、で日本代表とちょっと海外のチームの試合、国立競技場で会った時に、今日はこれをやったのを全然実際やらせてもらいました。見事成功して、サッカーマガジンの分解写真でタッ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 
で、日本のプライベートで。ああ、そうなんですね。じゃあ、日本のプライベートで。そんな、すごい本当に勉強をなさっている藤口さんなんですが、現役引退後は慶応義塾大学母校のサッカー部の監督をなさったりですとか、浦和レッズ事業広報部長、J リーグ事務局次長、日本サッカー協会技術委員などを務められまして、浦和レッズ社長に就任されました。そして現在ですが、公益財団法人日本サッカー協会、日本代表 OB、OG 会の会長、そして一般財団法人日本フットサル連盟の副会長も務めていらっしゃいます。ちなみにですね、こんなすごい藤口さんも地域住民のお一人ということで、田園調布にお住まいだと伺いました。はい、実はそうでございます。もうラーレン田園調布で、実はプレーをしている現役の時なんですけど、好きな人ができまして、当然今の妻ですけども、妻の実家が田園調布でありました。なるほど。で、もう遠征とかなんかしょっちゅういなかったんですよ。だから一人しちゃ、かわいそうだなっていうのも、やっぱり不安ですからね。実家の近くの方がいいだろうっていうことで、そうなんです。もう奥様思いでいらっしゃいますね。とても優しい一面もご披露いただきましたけれども。じゃあぜひね、近くということで、いろいろとあちら、多摩川の駅の近くのお話をこの後お聞きしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。上橋区にですけれども、先ほどもちょっとご紹介いたしました、バリバリの大田区でいらっしゃいます。ご実家は田園調布本町、そして大田区立の学校、おすすめになり、東京都立三田高校とおすすめになった後、国士舘大学をご卒業になりました。その後、日本旅行でサラリーマンも経験なさっていらっしゃいます。2011年に区議会議員に初当選、現在2期目を務めていらっしゃいます。そしてサッカー少年だったとご紹介させていただきましたが、小学生の時に入団した東一 FC からもう大学までずっとサッカーをなさっています。高校時代には小田川と立ち上げたクラブチーム、ジョカトーネ、こちらのチームはまだ続いていまして、なんと18周年をお迎えになるそうですね。そして女子サッカーチーム、ピクシーのコーチとして、青少年の健全育成にも取り組んでいらっしゃると伺いました。恥ずかしそうにしていらっしゃる女子がね、最後にいらっしゃいますけれど、まだ一人の少年時代というのはサッカー少年だったと伺いましたけれども、環境的にはどんな環境でしたか？どんなお子さんでしたか？そうですね、まさに多摩川河川敷があってですね、すごくスポーツ資源が恵まれた、で、もう本当に学校が終わると、今日友人も来てくれてるんですけれども、みんなで自転車にサッカーボールを乗せてですね、多摩川河川敷に行って自転車をゴールにしてサッカーをやるみたいな、で、地域の公園の中でもボールを投げたり蹴ったりできたとか、そういう時代を過ごしてきた幼少時代。そうなんですね。さあ、そんな話しぶりなんですけれども、やっぱりスポーツをなさっていますから、地域にスポーツを根付かせたいという思いがね、あるんだと思います。今ご紹介あったように地元の女子の U15 とジュニアユースのです、ね、サッカーチームが入っています。はい。で、女子サッカーっていうところに課題たくさんあるんですけども、ぜひ今日お越しの方の中で、女の子のお子さんをお持ちの方がいたら、ぜひご紹介いただきたいなと思うんですが、澤選手が、非常に有名になった、日本の女子のサッカーのです、ね、代表が、ワールドカップで金メダルを取った年がありまして、その年にこう女子サッカーどんどん人気が出たんですけれども、はい、まだまだやっぱり中学生時代の女子のサッカーをこうやってあげられるとか、やれる受け皿がまだまだなくて、という中で仲間たちと一緒にその女子の U15 のいわゆるブランクになってしまうところを作ろうということ で、で地域スポーツをもうそこから盛り上げていこうというところで、今ピクシーの U15 というものを作って、僕は実はコーチというふうに書いていただいたんですけど、事務局という形を主にやらせていただいたので、はい、うちのチームの一応前身と言っていいのがプリティオーダー U15 というのがありまして、そこはこの中のサッカー協会の女子部が主にそういった形でちょっとずつはできてはいるんですが、まだ広がりは見えてないかなというのが、はい、そう
感じですね。今後ますますどんどんね、いろいろなスポーツ、地域に根ざしたスポーツができてくるといいなと思います。そしていいです、また、はい、女子サッカーの、はい、女子サッカー、ずっと私は日本サッカー協会の、まあ、現地の仕事をしてたので、やはり、女子サッカーをもっともっと普及させて発展させないと日本のサッカーは続かないよということで、サッカー業界の中に技術を作ってきてやってきて、まあ、それが世界一位までつながったんですけど、その後はやはりちょっと問題ですよね。で今でも学校なんかでも小学校までは男の子と女の子と一緒にやってる、ところが中学になると中学で女子サッカーはない、だからやるとこがないっていう女子が多かったりしてるんです。だからその点じゃ、大田区ではですね、そういうクラブを立ち上げてやってる、そういうのは素晴らしいことで、そういうところがどんどん出てこなきゃいけないと思うんですよね。ただその中でやっぱり強いチームを作るにはいい選手、いい素材集まらなかったらできない。だけどそれだけじゃ強くない、やっぱりいい指導者が必要ですよ。じゃあいい選手がいて、いい指導者がいれば強くなるんだったら、一時はポッて勝ったりするんですよ。継続はできないんですよ。やっぱり環境が伴わないと絶対継続できないんですね。だから要するにその環境整備っていかに重要か、実はアメリカ今女子サッカー強いですよね、はい、で昔アメリカってサッカーなんかしてなかったんですよ。ところがある時、まあ、世界大会をすることになって強化しようっていうなった時に、男子を強化するためには何百億かかると世界一になる、でも女子だったら世界一になれるかもしれないっていうんで、その10分の1かなんかを女子と投資したんですね。そしてどんどん女子が強くなって今は世界一ですよ。そうですね。そこでまたプラスアルファがあるんですよ。女子が強くなって今は女性がすごくサッカーしてる、そうすると今度結婚してお子さんを持つと、またその お子さんもサッカーをするようになる、どんどん広まって、だから男子も強くなる、だからすごい大事なんで、その時になんで女子がそんなに広まったかっていうと、アメリカっていう国は芝文化がずっとあるんで、いたところ、まあ、ゴルフ場も含めていろいろもあるんです。ですから女子やっぱり転んで、土の上で転んで擦り傷なんか作りたくないじゃないですか。そしたら嫌になっちゃうんで、やればやっぱりそういう芝生の上でやったら転んでも痛くないし、擦り傷もつかない、だからどんどん増えるっていう、やっぱり環境整備点がすごく大事なんですよっていうのはアメリカがもう示してくれましたよね。地域にそういった何て言うんでしょうか、設備ですとか環境が整っていることがとってもスポーツの進展には大切だなと思うんですが、藤口さんは J リーグの立ち上げに関わっていらっしゃるということで、立ち上げ時というのはどんな感じだったんですか？はい、私はアマチュア、日本サッカーリーグアマチュアでやってまして、日本サッカーリーグの試合国立でやって関係者しかいない、そういう寂しい中でやってたんですよ。それじゃあモチベーションも上がらないよねっていうようなことで、やっぱりもっと高い目標プロを作らなければ日本のサッカーは発展しないんじゃないかということで、若者が集まってプロを作ろうようなんですよね。1993年、10年前ぐらいにいろいろ動き出したんですよね、はい、それで FRX の立ち上げから、やってきました。でもう市民、サポーター一人一人と会って話したりとか、そんなことをもう最初の1年目はやってましたし、当然行政、浦和市の市長さんはじめ行政の人と一緒になってやりましょうということで、スタートしました。でその中で一番分かったのは、その当時はですね、そのプロのスポーツクラブでも窓口が教育委員会でした。要するにスポーツっていうと体育だから教育委員会だったんです。でだからそっと小学校中学校とそういうところと同じですから、なかなかお金回ってこないんです。そうですね、これじゃできないということで、市長さんと話をしました。はい、市長公室っていうか市長直轄の部署を作ってて、そこで結果は非常に早くなりました。それでまあプロとしてもやってて、今のですから、市長さんは非常にそういうスポーツで街づくり、サッカーで街づくりっていうことを分かってくれたんで、非常にまあ、最初のその取っかかりがうまくいかないといけませんから、あれ大きかったですね。今はだからスポーツ自信化とかそういうのもいろんなところも
できるようになりました、まあ、一つの前例にはなったと思います、はい、そしてですね、ちょうど今画面の方に J リーグ2年というものが出てきたんですけれども、藤口さん、あの J リーグでは J リーグ100年構想というものがあると伺ったんですけれども、これはどういったものなんでしょうか。もちろんあの、はい、J リーグプロを作った日本サッカーの水準、そしてサッカーの普及促進というのはもうベースにあるわけですけども、それをするためには何が必要か。もちろんサッカーすれば国際スポーツですから、国際社会における交流および親善への貢献というのも当然できるわけですけども、一番大事なのは2番目に書かれている豊かなスポーツ文化の振興および国民の心身の健全な発達への寄与というのも書かれていると思います。ありますね、はい、これが一番実は大事なんですよね。で、各クラブには J リーグの理念というのは必ず どこかにかかっているはずなんですよ、はいはい、なるほど。今あの藤口さんが一番大事だとおっしゃった、はい、豊かなスポーツ文化の振興および国民の心身の健全な発達への寄与というのがあのキャッチフレーズにもなっている Do all sports というところにつながってくるんでしょうか。サブタイトルのスポーツでもっと幸せな国、私はこの言葉が実は好きでしたね、はい、これをやはり、地道にしていく必要があると思っていて、はい、で J リーグ100年構想はもうスタジアムを中心として、みんなが元気で明るい街になっていくっていうのがそもそもの狙いでありまして、はい、で芝生の文化を発達させる、これも J リーグ100年構想の一つでありましたね、はい、なるほど。そしてその中にはアカデミーシステムというものも活動の一つとしてあると伺ったんですけれども、はい、やはり J リーグが目指すのは先ほど言いましたように豊かなスポーツ文化、その地域とともにやっていこうというところなので、地域に根ざしたスポーツクラブ作りというのが大命題としてやりましたので、やっぱり要するに普及育成、地元の子どもたちが、と一緒になって発展していこうというその下部組織のところをしっかり持つことがすごく大事なんだということで、実は J リーグアカデミーというものを立ち上げて、その子どもたちからトップまでという一気通貫のクラブ、これを目指そうということで、その J リーグアカデミーというのを、まあ、スタートさせたんですよね、はい、なるほど。まさに地域に根ざしたというところに、ね、通じてくると思うんですけれども、中地君も今うんうんと深くうなずいていらっしゃいましたが、はい、区ではそういった動きというのはあるんでしょうか。僕自身も8年前に最初に1回に入ってきたときは、いわゆるスポーツというのは、体育運動の延長線上という形で、はい、スポーツのことを何か問い合わせをするときは大田区の場合は社会教育課というのが、社会教育課なんですね、教育委員会の社会教育課というのがあるんですね、はい、そこに問い合わせをしないといけないという状態が続いていましたので、僕も大田区の方にお願いをして、6年前かな、初めてようやくスポーツ推進課を作っていただきまして、その独自の、まあ、部門、部署を作ってほしいということで、今ではスポーツ推進の担当部長まで作っていただいて、一つのチームとして動いていただいていますね。その中で、そのセクションが中心となって、今大田区ではスポーツ健康都市宣言というのをしましてですね、はい、でそのスポーツ健康都市宣言に基づいて今一生懸命先ほど藤井先生がおっしゃいました環境の整備、環境の整備は、はい、一つで環境の整備の中では今新スポーツ健康ゾーンということで臨海部ですね、大田区の場合は海を持っていますので、はい、大森のふるさとの浜辺公園、はい、もしくは森ヶ崎の浄水場の上にもサッカーコート、これ今FIFA のですね公認の国際規格のピッチをこれから整備する予定になっています。で既にもう正面用の、サッカーコートは、整備を今年やっています。2020年いよいよ来年オリンピックパラリンピックが来るんですけれども、実は大田区でも、競技が一つ開催される予定でございまして、それが、ホッケー競技なんですけど、はい、ホッケーの競技会場が大井ふ頭に今できることになります。楽しみですよね。ですとかあとはオリンピック絡みでいうとブラジルのですね事前キャンプが大田区に来る予定になっています。そうなんですね、はい、ですのでこのブラジルの代表団の、中から、何かこう地域の還元という形でもしかしたら区民の方たちにこう練習を公開してくれたりとか、区民とのいわゆるファンミーティングみたいなものをやっていただいたりとか、
そういったことも音楽としてはやりたいねという話は今しているところではあります。まずはその、環境づくりというふうにはそのところかなと。あとこれ後ほどちょっとテーマで出てくるんですが、電直のですね、せせらぎ公園というのがありまして、そこにもあのスポーツ施設をこれから整備していくという計画がようやくできたというところでございます。障害スポーツという言葉がありまして、これは国のスポーツ庁が取り組む目玉政策となっております。健康寿命を少しでも平均寿命に近づけるにはどうすればいいのかと考えたときに、やはりここはスポーツ運動だろうということで、いろいろ大田区も取り組んでいるんですけれども、あの大田区の予算って、まあ、いわゆる一般会計という、はい、月に使えるお金が今年度に2818億円、はい、でさらにそこにあの医療制度の特別会計が3つあるんですけど、はい、介護保険と公費高齢者医療保険と職保、とあるんですが、それに3つとですね、はい、4200億円という、まあ、ものすごい金額が今大田区の中 でこれも見て一目瞭然なんですが、はい、23年ですね、23年度から27年度までのたった5年間の中で一気にですね、1人当たりで換算すると4万円から5万円ポンと上がっているということで、まあ、どれだけ今この医療費に今お金がかかっているかというところがすごく分かりやすいグラフになっていて、まあ、こういった部分に対しても今あの、まあ、スポーツというか体を動かしてですね、健康的に健やかで長く、楽し人生を楽しめるというのが、これが今日本全体に求められている課題なのかなというふうな、考えています。そうですね。そしてこのフレイル予防のための3つの柱というのがあるそうなんですが、こちら今画面に出てきているのは3月9日に配布されました皆様のところにお手元にあるでしょうか。大田区法なんですが、そうですね、この一番下に電気シニアプロジェクトというふうに書いてありまして、はい、で実はあの大田区ではモデルとしてですね、目標年度で2025年に、設定をして、2016年から、3年間3地区、峰町地区と田園調布地区と麹屋地区という3地区で、元気シニアプロジェクトというものを展開をしています。で、まあ、これが2019年度から、全体的なその事業の強化をして2025年度までには大田区全域に広げるという形で今プロジェクトを進めているんですが、まあ、具体的に言うと例えば一番左下の峰町地区ですと、あの自治会長さんとか町会長さんに、参加をしていただいて、ポールウォークの町、峰町ポールウォークというのを、ポールを使ってウォーキング、はい、する役に、そうですね、はい、ノルディックウォークみたいな、はい、あのこういったものを、取り組みをやったりとかですね、まあ、様々なプロジェクトを展開をしていただいて、今、フレイル予防に取り組みを進め始めています。高齢者も含めて、要するにサッカーをしたことがないというような人もできるウォーキングフットボール、要するにウォーキングサッカー、要するに走っちゃいけないんですよ。子供たちは歩いてると走れって指導者に怒られるかもしれないですけども、逆にこれは走っちゃいけないんです。走っちゃうともうこれは相手のボールになっちゃう、ペナルティーなんですけども、そういうウォーキングサッカーというのをですね、実はスタートしようとします。で、話を聞いただけじゃ分からないので一回体験してみようということで、実は昨日と実体験してきました。全く私も初めてだったんですけども、最初はそんな面白くないだろうとちょっと思ってた、それをしたらですね、楽しいです。頭も使いますよ。これは実はついつい走りたくなっちゃうんですけどもね、パスアップの方なんてなかなかできない。そうすると1人2人の関係ではなくて3人目、要するにトライアングルの関係っていうのがすごく大事で、ボールがない時にどういうポジショニングを取るか、これすごく頭を使うスポーツですよね。で、当たっちゃいけないんですよ、ボールを持ってる人に取りに行っちゃいけない。あ、だからそうなんですね。あの要するにボールを取りに行ってボールじゃなくて足を蹴っちゃうなんてこともあるから、そういうのはいけないんですよ。だから一切取りに行っちゃいけない。それとヘディングもダメで、ボールは腰から上に上げちゃダメ。上に上げると相手のボールになる。で、ゴールエリアの中はゴールキーパーしか入れません。ディフェンスが入ったらペナルティーです。攻撃が入ったら相手のボールになる。こういうふうな、本当に、まあ、そのくらいのルールなんですけど、でも、これもね、でちょっと本当に1時間ぐらいみんなで交代しながらやったんですけど、程よいこう汗をかいて、これはいいなと思って、
そこにはもう年代層も非常に子供からですね、ご婦人もいたし、私みたいなものが70年近いものもいたり、やりました。これはだから普及させようと思ってます。実はイギリスがすごい盛んで、そのうちにワールドカップが開催されるかもしれない。さらに日本代表で出ようじゃないかなっていう話をしているぐらいで、ぜひぜひ今後楽しみに皆さんも参加してみてもらえればいいかなと思います。そういったまた新しいこれスポーツ、はい、体を動かすだけじゃなくて認知症対応にもなるんですよ、これ。そうですよね、コミュニケーションですから、人と会話をする、そうですよね。だからこれはもうそのシニアの対策ではこれはもう最高かなと思います。本当です。ちょっと参加してみることで本当にそこでお友達ができて関係が広がるといったこともありますね。フレイル予防っていうところで、体を動かすっていうところが一番、もちろん主眼なんですけれども、頭が脳みそが動くので、ただなんといってもやっぱり心身虚弱っていう曲が日本語では訳されるんですけど、体だけじゃなくてやっぱり心もしっかり強くしていかなきゃいけないというところで、本当に人と会って目を見て話すっていう、これだけで立派なフレイル予防につながるっていうことがありますので、そういった意味ではすごくいい手法だなというふうに思います。ウォーキングサッカーをなんかちょっと普及していけたら面白いかな。本当ですね。もう会場の皆さんもちょっと興味をお持ちになっている方たくさんいらっしゃると思いますが、私もちょっと参加してみたくなりました。ぜひね、参加したいなと思っている人が何かきっかけになるようなイベント等々をまた企画していただければなと思っております。